鳥オス、ーーです前回の動画、日銀の政策決定会合についての日本経済の見通しなどを、ね、たくさんお言葉をいただきました、見てない人はぜひ見てくださいね。で、今回はですね自民党総裁選挙ですよ。 高市早苗さんの中身の人でしたよね、うん、一時期先生ってでそういうわけでもないんですけれども、高市さんは、あうん、今だと本田悦郎先生、えー、と、渡部正純元日銀副総裁、お二人があのブレーンとなって、えー、経済系のブレーンとなって、<ー>えーまあ、出版される高市総裁のお本うんがですね、 8月30日に国力研究という本が出版されます、この中で、まさにですね外交、インテリジェンス、防衛、経済技術、うん、この4つの論点について、うん、明確な政策提言が出ている、やはりですね今回の自民党総裁選、いろいろな方が立候補している、これはまさに派閥の首輝きが外れたことによって、私はいい方向に向かっている。うん と思うんですけれどもその中で、えー、しっかりとお政策について、えー、具体的な面も含めて、まあ、打ち出しているのが、高市さんと、まあ、小林さん、この2人ということになるわけですよね収録日が8月29日でございまして、はい、一応、なんかあの出馬を表明しているのが、高市早苗さん、小林ホークさん、うん、小林ホ,、うん、ホークさん、高行さん、河野太郎さん、一応、小泉進次郎さん。 はいはい、ちょっと笑っちゃいましたけど、綾山茂治さん、出馬会見みたいなことをしたんですけど、うん、出馬会見ではなく、俺は総裁選挙に出たいんだっていう会見だったんで,あですけ、ね、推薦人が集まってないんだと思いますそうですね、あとは推薦人集まる、集まらないでいうと、まあ多分石破さんも、まあ、いけそうな感じもすると、斉藤健さん次第ですけれども、鳥研究所ですか、一応ね、ちゃんと名前あ。一応、この人、鳥取一区です、はい。 まあ、いわゆる岸田派で林芳正上川陽子さん茂木さんとか、ま、いろいろバーっと名前は出るんですけれどもはい、はい、でその中でまだまだですねこれから出馬決めてその中で政策をということになるんですけれども、うん、しっかり政策を明確にしているのが高市さんそして小林さんあ<ー>そして徐々に出てき始めたのが河野さん。 じゃあちょっとそれぞれの政策をですね軽く紹介してほしいんですけどまあまあ高橋さんはもう分かりますよねちょっと若干 MMT 気味になってはいるんですけれども一応積極財政派アベノミクスを継承しますって言ってらっしゃいますねで僕知らないんですけどこのコバホークさんコバホークさんどんな方なんですか そう、小林隆之さんで、えー、今日の大きなテーマも、小林さんと高市さんについてなんですけれど、はい、まず、小林隆之さん、前回総裁選では、かなり早期の段階で、えー、高市早苗さんの推薦人として名を連ね、まさにあの、若手保守派の中心人物の一人<ー>自民党内若手保守系で注目される議員としては、福田達夫さん。うん 鈴木英景さん,うんその中で今回、やはり人が集まった、あまたはあのみんなでこいつを盛り上げようぜっていうのが、うん、若手の中で強まったのが小林さんなんですけれども、なるほど何よりも小林さんと高市さんが別々になったことで、 まあ、保守分裂みたいなな状態になっっててしまってるだから、うんえー、いわゆる小林隆之さんへの批判が保守派から強く出ていて私これをものすごく懸念してるんですね外交安全保障については小林隆之さんしっかりとした見識を持っていて、えーうん、保守派で経済安全保障担当大臣として、まあうん、まさにあの初代小畑さんでで、えー、次があ現在高市さん。 うん、この2人のコンビで実現した政策たくさんありますし政策的な方針非常に近いんですね。でその一方でじゃあ財政はと言った時になぜか小林さんが寄宿財政派だというふうに攻撃する人が多いんですけれども、うん、<laughs> ソースとして出してくるのが2017年の総選挙の時に消費税賛成派だったからっていうんですけどこれ、うん、ね全くバカな。 話で2017年総選挙のアンケートで、消費増税に反対です、明確に反対ですって言った、うん、え自民党の候補者は、安藤さんしかいません、安藤博士さんですよね、はいだってもう安倍さんだって賛成、安倍、当たり前ですよね、自分が総理なんですから、そうですね。で、あともう一つは財務省だからっていうんですけれどもはい経歴として元財務省にお勤めだったんですね。うん、はい 高市さんのブレーンである本田一郎さん、財務省出身ですよ。な,んなら高橋陽一先生も、財務省出身ですねそうそうあとはあの、今やまあ経済政策、理論的に非常に整合的なことを打ち出している国民民主党、代表の玉木さん、小林隆之さんと同じで、東大法学部財務省、まあ、大蔵省ですけれども、はいはい、でハーバードーのケネディスクール。 っていう全く実際、その公約の中身を見るとです、ね、うん、高市さんほど緩和的じゃないんですが、まず明確に現在、現時点での、まあ、日本はもっと財政が必要だと、あとはあの、まあ、プライマリーバランス、単年でのバランスっていうのは、政策目標に、まあ、当面ならないんだと。 いやー素晴らしいですね、そこ本当に素晴らしい。うんうん、っていう話をしてるのになんでこんなに攻撃されるのか、えー、私がとっても危惧しているのは、実際のところ、自民党内の保守系、うん、候補は、最終的には組まないとお総裁選、勝てません。高市さんん単独ででは絶対勝てないんです,です、ね、今の状況だとね。うん、で、小林さん単独でも勝てないんです、多分 っていう中で、この2人の間を、まあ、両支持者を一生懸命分断してどうするんですかと、結局のところは最終的には、まあ、例えば、まあ、うまくして、高市さん、小林さん、どちらかが決戦になっ残ったら、全面的に一生バックアップして、多分あの国会議員も、えー、行動することになるし、あとはあの、まあ、高市総理、小林総理誕生の時は、相手が一番重要な党運営上の、または政権 担当上のパーートナーになるんですよとあんまりね、口汚いのの知り合い、やめなさい、両派ともにと。じゃあ一方で、現下の大本命は誰か、はい、多分もう小泉進次郎さん、決まってるんですね小泉進次郎さん、政策わかんないんですね、ちょっとね、僕、あのセクシーとレジ袋しか知らないんですよ小泉進次郎氏はですね、私はあのあ<ー>実は評価低くなくて、政策的な問題ではなくて、うん、政治家の能力として、 小林さん、高市さん、えー、叩き上げ2人が持ってないものを持ってるんですね。この人、むっちゃ人の選挙の応援に行くんですよ。演説するとこの人、むっちゃ人が集まるんですよね。むっちゃ強いんですよ。だから、さらにインテリ州がしない、まあ、しないとかインテリじゃないからなんですけれども、やっぱりね小林高市さん、高市麻耶さんが政策を語るときって。 まあ、あのお二方とも,もちろん注意されてるんだと思うんですけど、特に高市さん以上に小早川さんは。時々、あ、ダメだよ、これって思う喋り方があって。<laughs> あの、ご存知ないかもしれませんが、とか、平番で言っちゃうんですよね。あとはご存知かもしれませんが、とか、あの、まあ。それは一つの口癖ではあるんですけど、とっつきにくさ。つまり、俺らのことなんて、どうせ分かってくんねんだろうかん。本当だったら、どう考えてもサラリーマンの家。 または高市さん公務員の家お母さんの方がね、うん、FK さんですけれどもうん、うん、で育った人の方が庶民感覚あると思うんですけど、はい、正直その小泉さんまたは石破さん、うんまあ、いわゆる鳥取の鳥取王みたいなね <laughs> <laughs> お絵柄の人よりも本来だったらね、うん、庶民に近いはずなんですけれども、うん、そういうところ石破さんといい小泉さんは。 嫌味なに感じる言い回しでこれねナチュラルに多分あの正直高市さんもそういうところあるし小林さんもっとあるんですけれどもインテリ特有の鼻持ちならなさみたいなのをます方法がまだ上手じゃないところはあると思うんですよね。ねはい、でこれってやっぱりむしろ専務の方がご存知の通り田舎の自民党支持者にとっては、うん、ちょっとなんか乗れない感が出ちゃうんですよね。あるかもしれませんね。 あね、石破さんはかなり正直顔で得してると思いますし、確かに小泉さんはまた石破さんとは別の意味の顔で得してるかもしれない <laughs> っていうとねえ、どっちかに失礼ですけど、小泉さんなんですが、これはもう明確に政策は明らかにしないで進もうとしてるんですよ、ね、あそれなんか聞いたことある、うん、石丸さん時と一緒ですね、はい、これ、具体化すればするほど、反対も出るわけです。うん プラスを作るよりもマイナスがない方がいいっていう作戦なんですね。だって、現下人気あるんですから。で、さらに決選投票になった時には、いわゆる小石川、石破さん、河野さんは、あいや、当然、あのコバホークとか高市さんに乗るわけがないんで、当然、小泉さんに乗っかるわけであります。あーへーってなるわけですから、はい、政策協調を取る上でも、あんまり具体的なことを言わない方がいい。まあ、むしろ、高市さん、小林さんはチャレンジャーなので、今回も。あー やっぱ具体化してしっかりプラスを増やしていかないと、やっぱ支持集められないですよね。これは、まあ、あのまだまだ水物で、何よりも今、名前が挙がっていない、いわゆる宏池会、まあ、林さんになるのかな、または茂木さんとか、加藤勝信さんとか、そういったところの議員票っていうのが、最終的に 誰を押すのかっていうところで変わってくるんですが、これは雑談なんですが、私、正直、小泉さんんんは今回出ないんじゃないいじゃかと思ってたんですよあの年齢的にもまあ43、10年後でも十分な若手総理なんですね。と考えると、今回は出ないのかなと思っていて、それだけにあの小林隆之氏に注目が集まってたんですけれども、ずいぶん小泉さんは急いだなという。 ところなんですが、今回、あの派閥の枠組みが外れたことでもうどうもですね、55年体制以来、えずっと続いてきた清和会、高知会、まあ、また麻生派も含めた大高知会、今度は旧田中派系列、うん、平成権ですね。平成で,す、ね、で、すねでこのあたりの枠組みっていうのはもうほぼ今回の総裁選で、運算無償するであろうと。あそう でえー、もちろん政治資金管理団体としての派閥うんぬんという意味ではなくて、今回の総裁選を経て、おそらくは、うんあまあ、小泉進次郎氏を中心とした、まあ、もっと言えば菅さんを中心としたグループと、としとそして、えー、高市小林さんを中心としたグループ。 旧政和会の安倍グループですね。そうですねであり、小林隆之さんあの政和会じゃないので、2回、さんところですからああ。なるほど、はい。そういったところで、補守系ですね、どっちかう。うん、で、そしてもう一つが、例えばもしかしたら、旧岸田派を中心とした中間派ってことになるのかもしれないんですが、この総裁選での衆参離合というのが、かなりこれから先の自民党の体制というのを、または派閥、なんか派閥っていうと、何でも悪いって。 えー、話になっちゃってますけど、はい、実際には政策、志を同じようにする人間がまとまるのは当たり前だし、それをするのが政治のあり方なんで、はい、おっしゃるとおり、はいあのー、そういう意味で政策ベース、または主張ベースでの派閥が今回の総裁選で出来上がっていく、ぜひ、えーね、その横転に注目するで、その中でどういうふうに、まあ、私の注目は 小林さんと高市さんっていうのが、協、うん、調していけるのか、いけないとしたら、両方とも小集団で終わってしまう、でしっかりとした保守の核というのをこの二人が作れるのか、これが一つ、菅さんの影響力、まあ、非常にまあ大きい部分ありますので、正直ね、私、今回、本命は小泉さんで、もう動かないと思います本命は、A、小泉さんなので、それ以外なんですね、今、状況的には。ですから小泉さんと もう一人になるのが、ぜひ私はもちろん、小林さんであり、高橋さん、どちらかであってほしいと思うんですけれども、そこの2人目が誰になるのか、まあ、確実にそこからその政策的な主張で見ると、ですねやはり財政で、河野さんなんかも明確に財政再建を優先するって言ってますんで、ここはまあまあもちろんこの状況で財政再建とか言ってる人はも批判するしかないんですけれども。 じゃあそれを取り込んでいくであろう小泉政権でその、まあ、おそらく推薦人関係とかいろいろな局面で難しかったり決戦に残れないであろう、うん、でも国会議員はあの数はたくさんいる各会派あである、ねうん、各グループ。 そういったところがどっちにつくのかいろいろあると思いますが自民党を良気につけ悪きにつけ今後少なくとも10年間何だったら20年間日本の政治シーンの中心にあり続ける政党だと思います、はい、その中で、まあ、もちろん外交安保そしてもう一つは経済、うん、そして、まあ、憲法改正もありますけれどもこういった部分にどういう意思を持っているのか現在の派閥って正直 あんんまり政策関係なないいですすよよそれ意味ないですよね派閥の、うん、これね、はっきり言って、それはね、よくないことですよ、まあ、資金管理のためだったり、うん、パーティー仕切るとか、<laughs> そういうためにある派閥はもういらない、むしろ政策的な主張を中心としてグループが作られていき、そのきっかけです、正直ですね、まあ、これ、もめっちゃ無責任な話なんですけれども、はい、ここで何回この人、何十年この人総裁選に出てるんだとか。 誰とは全然私のとな全ですけれども。<laughs> はい、とか、あとは、まあ、もうね、現派閥の政権派閥の、えー、プリンスと呼ばれ続けてきた、まあ、あの衆院選にもね、しっかりく替えされて案、えー、<ー>を辞して登場。先生とかが決戦に残ると、<laughs> うね、正直ね、自民党は変わらないなっていうイメージになると思いますね。小小泉さん小林さんん林 高市さんあたりだとあと上川さんももちろんそういう意味ではあの重要だと思いますが、うん、おっっていう注目のされ方になりますよねおっ自民党完全に変わったなと小泉さんは、まあ、非常にまあフレッシュ感がある方ですし小林さんはまさにもう派閥も全く関係なく若手が集まっておした候補でありで高市さん女性候補でありそしてやっぱり派閥全然所属しないで戦ってきた。 で上川さんはまあ派閥という意味では、宏池会バックにあるんですけれども、やはりキャリアのある女性ということで、うん、こういうところが顔になるという部分が、政策も重要なんですが、そのもう一つで言うと、しっかりと自民党が統制というのを回復していけるかという意味では、注目の点になるんじゃないですかね。つまり選挙勝てて、かつ政策がいい候補を選べということですね。と、うん、ういうことです。ちょっっっとここでああいいかにもっていう人になったら 正直ね、うん、厳しいと思いますよじゃあ先生あのこの収録が終わりましたらうちの会社ね74票あるんですよ自民党総裁選どこに入れろってあの言うこと聞きますからこっそり教えてください、はい、ということでですね注目の自民党総裁選挙について解説していただきました先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございました